今年ももうすぐ1年が終わりますね。8月とか夏終わってからが結構こうポンポンポンで早い感覚があるんですけど、皆さんも大変なんじゃないかなと思いますが、今回は今年2023年1年間のベストバイアイテムを紹介していこうと思っております。それでは行ってみましょう。オクテットチャンネルということで、いつもご視聴いただきありがとうございます。オクテットメンズファッションチャンネルの安藤です。今回は、2023年のベストバイということで、僕がこの1年間でね買ってめっちゃ良かったなと、すごいいい買い物したなというアイテムをね紹介していこうかなと思っております。バイヤーさんだったりとかスタッフの方だったりとかね、こんなものをゲットしてるんだみたいなね、参考にしていただけたらいいかなと。言っても来年入ってくるやつだったりとか、また同じものをねご紹介できたりなんかもするので、そういう意味で参考にしてもらえたらいいのかなと思います。今回は、もうね本当にね何を紹介しようかなと思った時にいっぱいあったんでちょっと迷ったんですけど、1,2,3,4,56 6つと1個おまけみたいな感じかなで、紹介しようかなと思います。ということで、早速ね1つ目紹介しようかなと思いますけど、これですね、マッキントッシュのスプリングコート、ベルフォートですね。これめちゃめちゃ良かったですね。動画作ってる段階で結構熱がこもってたってやっぱ言われましたけど、シャカシャカの、ちょっとシワの加工がしてあるようなモダンな、すごい絶妙なバランスのスプリングコートなんですけど、一生使っていきたいなと思って、ゲットしました。冬でも正直ね僕、本当につい先日ちょっと出かける時とかカシミヤのカーディガンとか、ウールのニットとか着て、まあ、全然それでもいけちゃうなとは思うんで、夏以外のシーズンはずっと使えるような、アイテムになってます。ちなみにこれも来年実は、入ってくるんで、また同じモデルご紹介できるかなと思うんですけど、もう絶対ね入ってきたらゲットしてほしい、一着になってます。ということで、2つ目は、こちらですね、ボードイン&ランジのタッセルローファーです。ブラックを2つ持ってて、なんかこう違うブラウン系とかグレー系の色味が欲しいなと思って買い足したアイテムになってます。もうね、ボードイン&ランジめちゃめちゃ好きで、絶対一足は持ってほしいなって思いますし、履いたことない人がいたら絶対履いてほしいっていう風にはね思ってるんですけど、履いてくとこうクタクタに柔らかくなって雰囲気もあっておしゃれになるんで、ぜひねこう長い目で見て、こう10年ぐらい履けるような靴だと思ってね、僕もゲットしました。こればっかやんっていうぐらい多分履いてたんじゃないかなと、思ってます。色が多分いいっすよね、グレーとブラウンとこうなんか絶妙な感じで、定番のね、モデルなので、気になった方はもう一回はねぜひ履いてみてほしいなと思ってます。スウェットパンツからコットンパンツ、スラックス、まあ、スーツまで何でも合わせるような万能な一足です。3つ目のアイテムは、こちらのアイテムになってます。はい、タトラスの、スウェットトレーナーですね。仕入れ行ったタイミングからこれは絶対買いだなと、もう狙い目だなと思ってたアイテムだったんですけど、カジュアルになりすぎない程よいやつがやっぱりいいので、なかなかね、難しいというかあんまりないのかなと思うので、まあ、そういう意味ではタトラスのトレーナーはめっちゃいいなと思います。そんなに主張が激しすぎないんで、なんかブランドしてないんで、なんかダウンとかコートとか合わせやすくて結構重宝したアイテムです。休日に着ることがやっぱメインになるので、スラックスとかも合わせれて、シノパンとかデニムとか、スウェットでは僕はあんまりやんないんですけど、結構ね品よく見えて良かったなと思います。リラックス感が程よくあるような感じなので、1枚でも3枚になるんで、これから春と夏にかけては、真夏はねちょっと難しいですけど、ハーフパンツとかも合わせてね行こうかななんていう風に、イメージしてます。 T シャツ、ハーパン、ロンティ、トレーナー、パーカー、スウェットパンツのロングとか、まあそういったアイテムがあるんですけど、このシリーズが特に、まあうちでもすごい人気でしたし、僕もめっちゃいいなと思ってたんで、
また来年もご紹介できるかなと思います。はい、まあ、ぜひね、春夏のタイミングで、ね、ゲットしてもらえたらいいなと思います。そして4つ目、ベルイッチの、スラックスですね。これもやっぱり良かったですね。まあ良かったものしかないんで全部いいんですけど、ウールフランネルの洗えるガシガシ使える、ちょっとこう今のトレンド感もあるような、パンツになってます。太もも周りとかふっくらしてて、形もねそんなにこう細くなくてゆったりしてるやつなのでゲットしたんですけど、もう本当良かったですね。履き心地も最高だし、メンテナンスも楽で、でこの質感っていうのはなかなかないと思うので、そういった使いやすさっていう意味で、重宝しています。あんまりこうカジュアルなやつとかだと若い子っぽくなりすぎてしまうので、スラックスでこういうゆったりしたやつだったら、こういうトレーナーとか合わせてフラット出かけるのとかね多かったかなと。まあこれも毎年定番なんでゲットしてもらえたらいいなと思います。夏なんかも違う素材で出てたりしますし、仕事でこういう格好しないよっていう方はね、休日用でもねすごいおしゃれだと思います。5つ目は、このジャケットですかね。11月ぐらいかなにゲットしたんですけど、あのコーデュロイのガリスのジャケットで、日本でほぼ取り扱ってるとこうちぐらいじゃねえかなっていうぐらいマイナーなブランドになってます。着る頻度はね最近は高いので、まあ、今後も、使っていくかなと。着心地も結構いいんで、なんかちょっとご飯行く時とかね、このぐらいの感じで行くのもいいかなと思ってます。あんまりこういうブラウン系のジャケット、まあ、ブラウンベージュ系のジャケットっていうのは多いんですけど、このブラウンっていうのがなかったんで、そのあたりがねワードローブの幅が広がったなと思っています。そして6つ目はパラブーツの、マウンテンブーツです。これも定番のアイテムで、去年から実はちょこちょ こう露出してるというか推してるアイテムで、来年めちゃめちゃ推します。宣言しておきますけど、マウンテンブーツ自体がトレンドにすごいなってきてて、今年もすごい注目されてたと思うんですけど、まあ、マウンテンブーツ自体は定番じゃないですか。もう男性のファッションの中で言ったら多分普遍的なものだと思うんで、いつゲットしようがいつ履こうが間違いはないと思うんですけど、注目の、ね、こう度合いが高くなるのかなとは思ってるので、バリエーションとしてもあったらいいんじゃないかなとは思います。やっぱパラブーツはこういったところがもう真骨頂だなと思ってて、もともと登山向けの山メインの靴をやってたブランドなだけあって、クオリティはすごいねしっかりしてるし、その無骨な感じっていうのがもうやっぱねちゃんと出てるモデルかなと思います。座敷のところにご飯行ったりとかするときはやめた方がいいなって履いてて思いましたけど、あのめんどくさいんで、はい、ただすごいかっこいいんでそういう時でもたまに履いていきます。ワークっぽいような服装だけじゃなくて、ドレススタイルにジャケットね着て、ニットバシッと着て、細身なコットンパンツにマウンテンブーツとかもすごいおしゃれだし、スウェットパンツとダウンベストとスポーティーな服装に合わせるっていうのもおしゃれだし、ワークっぽいカーゴパンツとか合わせるっていうのもいいし、結構ね幅広く使えるアイテムで、サイドゴア持ってて次ブーツ行くんだったら僕はマウンテンブーツが推しかなと思ってます。ガンガン使えるんで雨とかも気にせずガシガシ履いてもらって、ガシガシ傷つけて、ちょっと自分だけのねエイジングを楽しむと育てていくような、アイテムになってます。そして、まあ、最後にねちょっとおまけなんですけど、今してるアクセサリーね、あのフィリップ・オーディベールのブレスレットを今年またゲットして買い足したんですけど、値段的にも結構ね、リーズナブルで結構ボリュームもあるんで存在感もあるんですけど、そこまでチープに見えすぎないので、まあ本当は値段的にはもうちょっとね、こう5、6万ぐらいとか10万ぐらいのやつとか、される方も多いかなと思うんですけど、まあ、そういったものの中に一つバリエーションとして幅広げるためにっていうのはすごいいいかなと思います。というわけでいかがでしたでしょうか。今回は2023年、この1年間で僕が買ってよかったなと思うアイテムを、6つ、まあ、おまけで1つなんで7つ、紹介させてもらいました。今年もいいアイテム多かったなと思いますし、おかげさまでね皆さんも楽しんでもらえたのかななんていうふうに、
ね思っております。来年も、こういったねめっちゃいいアイテムをご紹介していきたいなと思っておりますので、まあ、ぜひね、楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。年末最後にねちょっとなんか買い出そうかなと思ってる方だったりとか、まあ、年始一発目に何買おうかなと思ってる方はね、まあ、もしこのあたりがあればゲットしてみるっていうのもいいんじゃないかなと思います。というわけで、僕らの動画毎日8時に動画更新しております。ぜひ気に入っていただけたらチャンネル登録と高評価通知音よろしくお願いします。というわけでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。